皆さんこんにちは。今日こんなものが届きました。気圧がわかる温室時計ということです。天気で味方と読むんでしょうか。メーカーは株式会社ドリテックというとこですね。家でもドリテックの製品は、例えばパルスオキシメーターとかデジタル気温計なども使っております。最近カシオの腕時計ですね、プロトレックという気圧計付きの時計を買って、にわかにこの気象というものに興味を持ってしまいました。そんなこともあって、これを求めたということです。この説明書によりますと、気象に関して監修したところは日本気象協会というふうになっていて、お医者さんも一応監修しているようですね。世田谷内科の先生が監修したということです。私はちょっと高いところに登った時に耳がツンとすることはありますけれども、特段体調を崩すということはありませんが、人によっては調子が崩れるということもあるようです。それについても触れられていて、気象病っていうのは気圧、気温、湿度、そういったことで調子を崩すということですね。そして、気象病対策のセルフケアということがここに載っています。体調の変化に備えるという契機ということになると思います。電池は単三が2本、かなり持ちそうですね。これでしたら金額は4000円ほどですから、精度の方はどの程度かわかりませんが、デジタル表示ですし、持った感じしっかりとした感じで、なんか期待できそうな気もします。ミニアドリテックではありませんが、10年使ったケーキです。そしてこれはドリテックのものですが、もう何年もベランダの方日向にかけておいたので、ちょっと湿度計が狂ってるみたいな感じですね。これもついでに出してみました。これも古いです。これもコロナが始まった頃はとても売れたようですね。パルスオキシメーターですが、これもコロナの初めの頃は品薄でやっと買えたものです。テレビの前に並べてみました。これも色が変わるほど古いんですけれども、湿度によって、熱中症の注意が出たり警報が鳴るようになっています。未だになりますね。ちょっと見づらいですが、壁にかけるとこんな感じです。ちょうどこちらかなり遠くからでも認識できますね。ちょっと映りは悪いですけど、今回は。そしてもう一つの目的はプロトレック、カシオのプロトレックですが、これとどのくらい気圧計が合っているかというのを測ってみる予定です。ここは建物の12階です。見晴らしがすごくいいですね。これから階段を降りて行きながら気圧計の変化をちょっとご案内したいと思います。そしてテストの今日は都心の気圧が1005ちょっと超えているようです。現在地の標高はだいたい100メートルちょっと、そしてマンションの12階ということですから、993というのは妥当な数字です。11回変わりませんね。10回変わりませんね。変わった様子はないですね。8回で5回、4回になったら少し、変化がありました。2ヘクストパスカル上がりましたね。995ですから。
4回です。よし、ちょっと時間かかるのかもしれませんね。あ、もう2回になってしまいました。確かにこちらは矢印が上がってますね、気圧の。こっちはでも全然上がらないです。まもなく1回です。あ、3ヘスト突破数から救急力になりましたね。エントランスですが、このマンションはもうちょっと下がります。下の道路が道路に出ます。やっと下に出ました。下の通りに出たら、これがだいたい108メーターぐらいですね。あ、下へ来たら996ですから、996ですね。あー、体を動かそう。お盆を持った変なおじさんですが、人に会いませんでした。帰りはエレベーターに乗って測っていきます。帰りは高度計にして測ってみます。109メーターですね、からです。8階、12階、何メートルでしょう。12階だと140メートルですね。これはまだ変わりませんね。あ、やはり急激に気圧が変わったので、ちょっとこれは時間がかかるようですね。こちらの気圧計は、あ、993で12回は戻ってますから、こちらはちょっと時間がかかるということですね。この、あ、下がった矢印がついてますね。非常にこの箇所は反応が早いですけれども、こっちの方はまだ救急お部屋です。993、これは996のままですね。あ、温度が上がってきましたね。31度、外へ出たから。外は結構温度が高いみたいです。ということで、ちょっと反応が鈍いですね。箇所はすごい反応が早いです。体操をしようという信号が出ています。993、あ、993に戻りました。少し時間が経ったら、青梅市に着きました。988、同じですか。あ、少し違いますね。こちらが989、こちらが988ですね。青梅市の計測です。こんなに湿度が下がるとは思いませんでした。車って湿度がすごい下がるんですね。そして標高70メートルの差がそのまま気圧に出ています。祖父、気圧は正確です。届いて4日目です。今日はスマホによると、
東京気圧は1013だそうです。ですからこの高さですと999、これで正しいですね。使ってみるととても見やすくて分かりやすいです。最近の気温の変化、そして気圧の変化などが数字によって表示されます。それにしてもカシオの反応はすごく早いです。ということで、気圧がわかる温室時計、天気で味方の紹介とカシオプロトレックの気圧計との比較をしてみました。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。